技巧楽楽改善サービスは、スマートデバイスを活用して生産現場の業務効率化を支援するツールです。あらかじめ作成した文書テンプレートに沿ってスマートデバイスで撮影した写真や登録内容を簡単、すぐにクラウド上に保存し共有することができます。写真の取り込みや内容の転記作業を削減でき、情報共有スピードもアップします。実際に備考の生産現場での巡視作業での活用事例を見てみましょう。掲示板がパレットで見えなくなっています。このような問題が発生したとき、従来は次のフローで対応していました。まずデジタルカメラを使って指摘箇所を撮影、撮影した画像をパソコンに取り込み文章を作成、作成した文章を関係者にメール送信したり、対策が完了するまでリマインダー通知する必要がありました。備考楽楽改善サービスを使うとどのように変わるでしょうか。まずスマートデバイスのアプリを使って写真を撮影し、指摘内容を入力します。投稿します。素早く撮影、素早くアップロードが可能です。投稿が完了し、これで備考楽楽改善サービスのクラウドへ登録されました。パソコンのウェブブラウザーからユーザーサイトにアクセスして投稿された内容を見てみましょう。瞬時に共有サイトにアップされ、みんなで議論が行えます。また、他の職場への水平展開にも活用できます。投稿したことは自動でメール通知できます。納期に対してリマインダーの設定も可能です。納期遅れに対し催促するのは気が引けますので助かる機能と評判です。集まったデータは CSV でダウンロードでき、さまざまな用途に二次活用できます。例えば BI ツールで CSV を読み込んで分析が可能です。 RPA とも連携できます。備考生産部門での実践結果とその効果について見てみましょう。備考生産部門での実践結果は、従来180分かかっていた登録作業がわずか10分に短縮されました。他にも様々なシーンで活用いただけます。ヒヤリハットの報告共有では、発生時に迅速に現場から報告、改善提案では現場で気づいた内容を投稿して提案、いいねボタンを活用して自主的な改善を促せます。工程内検査や出荷検査では、検査した部分を QR コードを活用して結果を簡単に登録、さらにクラウドでリアルタイムに集計、検査記録の傾向と可視化分析が可能となります。このように現場や外出先からの報告業務でご活用いただけます。スマートデバイスのアプリから入力するフォーマットは、お客様の業務に合わせた項目を選択するだけで簡単に作成できます。現場のさまざまな安全・品質マネージメントに対応するサンプルもご用意しています。皆様の職場でもデジタルカメラ・スマートフォンで撮影しレポートを作成する業務があれば、まずは無料トライアルでご体験ください。人に優しいデジタルを全国の仕事場に。備考ジャパンはお客様の成功を実現するデジタルサービスをお届けいたします。